宇都宮病院事件。宇都宮病院事件とは、1983年、昭和58年に、栃木県宇都宮市にある精神科病院法徳会、宇都宮病院で、看護職員らの暴行によって、患者2名が死亡した事件である。宇都宮病院は、他の精神科病院で対応に苦慮する粗暴な患者を、受け入れてきた病院であったが、事件以前から死刑として、 看護師に診療を行わせる患者の虐待、作業療法と称して、石川院長族の企業で働かせる病院裏の畑で農作業に従事させ収穫物を職員に転売する、ベッド数を上回る患者を入院させる、死亡した患者を違法に解剖するなどの違法行為が行われていた。1八十三年、昭和十八年四月、食事の内容に不満を漏らした。 入院患者が看護職員に金属パイプで約20分にわたって乱打され約4時間後に死亡した。また同年12月にも見舞いに来た知人に病院の現状を訴えた別の患者が職員らに殴られ翌日に休止した。精神科病院ゆえの閉鎖病棟や閉鎖性により上記の実態や患者死亡事件は公にならなかったが事件の翌年 1984年、昭和59年3月14日に、朝日新聞長官によって報道され、日本の世論の大きな注目を集め、国会でも、精神障害者の人権保障の面から、日本国政府の対応が正された。この事件をきっかけに、国連人権委員会などの国際機関でも、日本の精神保険や精神医療現場における人権蹂躙が取り上げられ、 世界中から日本国政府に非難が集中した結果、1987年、昭和62年には、精神衛生法の改正法である、精神保健法、現精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が成立し、精神障害者本人の意思に基づく、任意入院制度や解放病棟を創設するなど、患者の処遇改善が図られた。 高度経済成長期には、精神科病床は1年間に1万床ずつ増加し続け、1950年、昭和25年の1万8000床が1955年、昭和30年には4万床、1965年、昭和40年には17万床、そして1969年、昭和44年には約25万床となった。この時期に開院した。 精神科病院は私立病院である。1958年昭和33年10月2日には厚生症児無時間通知により精神科の辞任は一般診療科に対して医師数は約3分の1、看護師数は約3分の2を基準とする特例基準が認められ、さらに同年10月6日の医務局長通知で事情によっては その特例基準の人員数を満たさなくとも良いことになったために、一般診療科の病院よりも人件費を抑えることができ、そして、措置入院の国庫負担も5割から8割に引き上げられたことで、一般診療科と比較して、精神科病院の経営が容易となった。また、病院建設費用にも便利が図られ、特殊法人医療金融公庫から、 長期定理融資を受けるることができるようににななり、病院建設自体も、容易になった。精神科病院入院を中心とする精神医療は当時の精神障害者に対する偏見や差別に基づく日本の社会的背景や世論日本のハンセン病問題と同じく日本国政府や厚生省の患者隔離収容政策によるものでそれゆえ精神科病院の医療従事者数が 特例として、一般診療科病院よりも少ない人員でも認可されていた。精神科医の人数は病床の増加に見合ったものではなく、実際のところ増加した精神科病院に勤務する医師のほとんどは内科医や産婦人科医からの転身であった。精神科病院は内科医や産婦人科よりも利益率の良い事業のため、医師たちは診療科を精神科に変更したのである。 宇都宮病院もこの時期1961年に内科から精神科へ事業を変更している。精神科病院の人員が一般診療科病院よりも少ない人員で、その運営が成り立つ要因として1950年にもともとは抗ヒスタミン薬として開発されたクロルプロマジンの存在が大きい。1952年に クロルプロマジンがドーパミンを遮断する効果があることが発見された。これを機に、抗精神薬などの開発が活発となり、薬物療法により、統合失調症の治療が可能となった。クロルプロマジンによる薬物療法が行われる以前は、興奮する患者に対処するためには、高速医や拘束具を使用した物理的な身体拘束や、 看護師等医療従事者による対応によって対処する以外に法がなく、病院の設備や職員などに対して経費がかかり病院経営上の負担となっていた。だが、クロルプロマジンなどの処方箋薬品で患者の興奮状態を抑制することができるようになると少ない病院職員で多数の患者の管理が可能となり、病院の運営経費が少なくて済むとともに、 病床数が多い患者の処遇がベッドもなくうなぎの寝床になる状態ほど利益を上げられる構造になったのである。当時の日本の精神科病院の状況を日本医師会の武見太郎会長は以下のように述べている。当時の日本の精神科医療はこの程度の低レベル医療であり精神科医としての実力が伴わない医師でも精神科病院を経営することが 可能な状況だったのである。無論、こうした現状への批判や警告が皆無というわけではなかった。1968年、昭和43年には風が日本の精神医療に対して過剰収容による利益追求が大きな人権蹂躙につながる恐れが、あ、フークラーク勧告という韓国を日本国政府に対して出しているし、翌1969年、 昭和44年にも日本精神神経学会理事会は精神病院に多発する不祥事件に関連し全学会員に訴えると不声明を発表している。日本精神神経学会は1975年昭和50年にも精神外科を否定する決議及び入院患者の通信、面会の自由に関する決議を行っている。だが、 こうした批判とは裏腹に、精神医療の現場の劣悪さは、父として改善が進まなかった。事件の舞台となった、法徳会宇都宮病院、以下、宇都宮病院と略すは、1961年、昭和36年、石川文野心が会員した。石川は、1952年、昭和27年に、石川委員を会員し、 1955年、昭和30年には、委員を発展的に、医療法人大、恵み会石川病院として開祖。委員長に就任し、1958年、昭和33年には、分院まで開設した。石川自身は、内科医で精神科医の経験はなかったものの、東大医学部精神科の研究生となり、 当時、東大医学部の研究施設神経生物部門に所属していた竹村信義に指導を担当してもらった。竹村は臨床医ではなかったものの、この指導を通じて、石川さらには宇都宮病院との関係ができ、石川にとっては、東大医学部との人脈づくりの窓口となった。また、石川は、文院との人脈づくりも行う。宇都宮病院会員の翌年には、 石川は理事長に就任し、1965年、昭和40年には精神衛生鑑定医の資格を得た。この年、宇都宮病院に解剖室が新設され、病床数を300床に増床する。1967年、昭和42年には、病床数は375床にまで増加するものの、この際、宇都宮病院の精神病患者の獲得方法が、 問題となり、栃木県精神病院協会幹部が栃木県に対して宇都宮病院を告発するものの、うやむやに終わっている。この頃から宇都宮病院では、看護庁やケースワーカーによる無視覚死体解剖が日常的に行われていた。1970年代になると宇都宮病院は、作業療法という名目で入院患者に労働をさせ、 患者の処遇の悪化に白車がかかる。石川文野真は、1971年、昭和46年に、宇都宮病院院長に就任し、明日ともに、病院のトップの座に就いた。また、文野真の弟で、宇都宮病院事務長だった、石川博明が、宇都宮市議会議員に当選し、その公認の事務長を、宇都宮南警察署から招聘した。 1975年、昭和50年には、病床数を722床まで拡大、広明も栃木県議会議員となる。翌1976年、昭和51年にも、さらに病床数を拡大し、病床数が852床にまでなる。この頃から、宇都宮病院は、様々な業種に進出して、多角経営を行い、宇都宮市では、 法徳グループとして大きな存在となっていく。また、この時期は、東大の医師たちは、宇都宮病院と共同研究をしており、宇都宮病院の入院患者を研究対象として、数多くの論文が発表された。症例検討会を録音したカセットテープには、宇都宮病院内で行われている入院患者に対する虐待行為が話題になっていることが記録されており、 東大の医師たちが宇都宮病院の内情を知っていたことが明らかになっている。しかし、東大の医師たちはそのような状態を黙認し、宇都宮病院から謝礼や研究費を受け取っていた。東大の医師たちが研究目的として宇都宮病院を利用したように、宇都宮病院も東大の医師たちを利用した。宇都宮病院の目的は、東大の医師たちの名義を借りた。 常勤医及び非常勤医人数の水増しであり、そして東大というブランドを利用した病院の見かけ上の上げである。1981年、昭和56年、宇都宮病院の人事制度が大幅に変更。45歳で昇級を停止し、55歳で定年退職となった。この人事制度変革は、人件費の圧縮はもとより、職員に 自己都合退職させることを意図している。そして、それによって生じた欠員の補充は、賃金の安い若年労働者を雇用することで、補おうとする方策である。本事件が明るみに出た1984年の人権比率は26%で、一般的な私立精神科病院の半分であった。同年、宇都宮病院の母体である医療法人法特会は、 東京都文京区本郷に法徳会本郷神経クリニックを開院する。このクリニックには名目上の所長はいるのだが実質的に所長としての役割を果たしたのは斎藤陽一東大病院外来委員長であった。斎藤は東京大学の研究費で購入したコンピュータを同クリニックに設置し患者の検査結果をデータベース化していた。宇都宮病院では 同年から3年余りの間に220人の入院患者が死亡している。1983年、昭和58年、宇都宮病院に不法収容されていた A 氏が東京大学医学部附属病院精神科病棟を訪れ、宇都宮病院の内情を暴露し、告発する意思があることを伝えると、東大病院精神病棟内に、 宇都宮病院問題担当班を設置し、弁護士や日本社会党と協力し、朝日新聞社宇都宮支部とも情報交換を行う。A 氏の証言がきっかけとなり、入院患者二人について殺人事件が立証されることになる。東京大学精神開始連合、生理連は宇都宮病院の問題を究明するための調査チームを結成し、ついに1984年、 昭和59年3月14日に朝日新聞によって宇都宮病院事件が明るみに出る。事件発覚時の常勤医は石川院長他2名の合計3名のみで脆弱な医療体制にもかかわらず、精神科入院患者の3割はアルコール依存症や薬物依存症で、これは精神科入院医療の常識を超えたものであった。このような精神医療環境の中で、 入院患者に対する身体的、経済的虐待が行われていた。5月13日、東京大学医学部は、宇都宮病院に関係した6人の医師に対して、厳重注意と注意の処分を行った。処分理由は、患者が置かれた治療状況に無関心であった、不見識と東京大学の教官でいることを利用された責任を、まっとうできなかったである。 7月23日には、東大宇都宮病院問題を考える討論集会が開かれる。10月15日には、石川や宇都宮病院と最もつながりの深かった竹村が東大農研を辞任し、宇都宮病院へ移る。当時の農研所長及び教授たちは、宇都宮病院に人権問題があることを事件報道以前から知っていた。 竹村が教授になれなかった理由は、宇都宮病院とのつながりが深かったためと言われている。1984年、石川は宇都宮病院理事長と院長を辞任する。刑事訴訟において、暴行を行った看護職員らの他院長も起訴され、有罪判決を受けた。また、民事訴訟では、入院治療の必要がないのに監禁されたとして、 元入院患者が院長らを相手取って損賠償を求めて訴し請求が認められている。また本事件によって日本の人権軽視の実情が世界中に知れ渡ることになり国際的な問題となった。当時はソビエト社会主義共和国連邦と南アフリカ共和国が反政府的な市民を抑圧する道具として精神医学を悪用しておりそのことが 人権蹂躙と重なっていた時期である。このような国際的な状況下で本事件が発覚した。このため日本国政府も動き出し、1987年昭和62年に国会で精神保健法が成立し、任意入院が制度化された。また本事件は一般の人々からも大きな関心を持たれた。それは 虐待によって患者が死亡するという大事件を起こした法徳会宇都宮病院と東大医学部の関係の根深さが次々と明らかになったからである。本事件の背景には精神科病院内での入院医療の実態が外部から見えないことが大きな要因としてある。入院患者の通信、面会の自由が制限されており、 入院患者が外部と接触する機会が非常に限られているか、あるいは不可能な状況にあった。宇都宮病院の閉鎖病棟内には公衆電話、赤電話が設置されていたのだが、病院が入院患者の所持金を管理して、入院患者に十円効果を持たせなかったため、患者が外部と連絡を取ることは不可能であった。宇都宮病院に他の病院と同程度の通信、 面会の自由があれば、本事件は起きなかったかもしれない。また、地方公共団体の行政、都道府県による病院監査も不十分であったため、実態の把握ができなかったこと、精神科病院の管理者を筆頭に、病院職員には倫理的な思考能力が欠落して、いた子、日本社会の精神科医療に対する理解が、著しく不足していったことも背景としてある。さらに、 宇都宮病院には必要悪としての社会的存在意義が生じていた。宇都宮病院では対応困難とみなされた患者を積極的に受け入れ、収容施設の様相を呈していた。家族間の人間関係の悪化により、措置入院させられてしまう場合もある。前述した A 氏は兄 B 氏によって措置入院させられてしまった。A 氏は宇都宮病院を告発して、 民事訴訟を起こしており、1998年10月時点で第一審裁判が続いていたが、2013年11月に死去した。A 氏は晩年まで宇都宮病院の敗因を訴えて活動していた。宇都宮病院職員による報告書が多数提出されているが、彼らは入院患者に対して行った虐待行為を看護として認識しており、 事件発覚後もその行為を全任している。なお、法徳会宇都宮病院の公式サイト、医療法人法徳会、法徳会宇都宮病院だよりには、本事件についての記録、記述は、一切ない、2014年6月現在。事件当時の病院長、石川文路新のウェブサイトには、本事件に関するページがある、宇都宮病院事件2010年10月31日。 閲覧。著者、弊社の五重音順、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。